六連島灯台は、山口県下関市の下関港より、北西約5キロメートルの日本海に浮かぶ六連島の北崎に立つ石像の灯台。関門航路、日本海側の重要なランドマーク。海抜約2 0 3メートルに位置し、高さ約1 0 6メートルの塔の下部に半円形の付属車を備える。明治時代に建てられた保存灯台。2020年に、 国の重要文化財に指定された。大政奉還により、江戸幕府最後の年となった1867年、兵庫開港に伴う外国船の安全航行を確保するため、幕府がイギリスとの間で締結した大阪役場で、設置を約束した5カ所の灯台の一つである。明治新政府が事業を引き継ぎ、灯台の父と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により、 1870年、関門海峡の北の日本海側響きな田口に建設が開始され、1872年1月1日に神戸伊勢で3番目の灯台として点灯した。1872年7月、明治天皇は九州への地方巡行の際に、西郷隆盛らを従いて来島し、灯台行行として初めて六連島灯台を訪れた。 1936年には、明治天皇行幸所六連島,島を打つとして、史跡名称天然記念物保存法による史跡に指定された。当初は石油島であったが、1925年に高圧式アセチレンガス島に改められる。その後、1952年の殿下による、 自家発電方式となり、1963年には海底ケーブルで本土より送電されるようになった。1969年4月に無人化される。1991年3月、高度、光立ち距離を変更。現在、明かり室は単線発光、毎3秒に1線光となり、実行高度 3700CD、光立ち距離12.0回り、 光源は LED になっている。1995年6月、下関市指定文化財に指定された。2004年4月、文字海上保安部の管理となる。2020年、国の重要文化財に指定された。以下の物件が国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。